山口敏太郎日記です。今、速報が流れたんですが、清原、元プロ野球選手の清原氏がですね、覚醒剤で逮捕されたということです。チャゲ&アスカのですね、アスカさんが逮捕され、まあ、彼は今、刑に服してですね、リハビリ作業などもやっておりまして、更生の方に向かってるんですが、飛鳥さんの捜査の段階で、清原、まあ、今回、容疑者ということなんですが、清原容疑者と、チャゲンド飛鳥の、飛鳥氏を結ぶラインが出てきました。この2つをですね、つなぐ共通の人物がいたわけですね。その人物がですね、反社会的な勢力につながっているとされていた人物で、警察当局はですね、飛鳥逮捕の時からですね、清原氏をマークしていたと。まあ、今回、逮捕ということになりまして、まあ、容疑者と、清原容疑者ということになってしまったんですが、大体ですね、共通の人間が覚醒剤関係はぐるぐる回っていると思います。亡くなった方なんで名前は申し上げませんが、元芸能人で亡くなってしまった愛さんという女性タレント。彼女とですね、チャゲ&アスカのアスカのラインもありました。で、さらに今回、逮捕された清原容疑者と、チャゲ&アスカのアスカ氏も関係がありました。これみんな同一の、薬物ラインでつながってるんですけども、またですね、まあ、今回清原氏がですね、清原、逮捕され、清原容疑者となったことでですね、また周辺でですね、何人か、元大手事務所にいたタレントの某とかですね、そこら辺が、捜査のライン上に上がっているという情報を、今ですね、芸能記者の友人2名に電話で確認して聞いたところです。まあ、こういうのはなかなかテレビでは言えないことなんですけども、ひょっとしたら今後また第2、第3の芸能人、有名人の逮捕が続くのではないのかなというふうに私は読んでおります。どちらにしろですね、まあ不安定な言動とか、まあその交友関係のですね、非常にブラックな部分が多かった清原氏なんですけども、まあ、今回、逮捕されてしまったと。で、まあ清原氏のような有名人を逮捕する場合、警察サイドもメンツがかかってますので、よほど固い、証拠固めが行われた上での自信のある逮捕だと思いますので、たとえ公判になったとしても、でもですね、まあ、有罪は免れないだろうなといった印象があります。で、まあ、今後ですね、そのチャゲ&アスカのアスカ氏、まあ、今はまあ容疑者から、割と更生の方に向かっているのはいいことなんですけども、彼との共通の人物の、薬物ルートラインがマスコミ上に明らかにされるのか、あるいはさらに亡くなった愛という女性タレント、チャゲンダアスカのアスカ氏、そして今回容疑者となった清原容疑者、この3人とさらにですね、元アイドルだった、大手事務所にいた人物なども、今後捜査の、進行次第では容疑者として名前が上がる可能性があるのではないかというところが、非常に興味深く思える点だと思います。でもどちらにしろ薬物というのはやってはいけないことです。決してやってはいけないことなんです。で、ましてやプロ野球のですね、少年たちが憧れ存在だった清原さんがですね、こういうことをやってしまったということは批判されて叱るべきなのかなと僕は思っております。やっぱり作家とかタレントとかスポーツ選手とか、そういった有名人がですね、青少年の模範となるべき行動を取るべきではなかったのかなと。そういった部分では非常に、残念に思います。まあ一部ですね、大きな事件を隠すための、この事件そのものをかませにしてですね、大きな事件の流れを解体から別ルートで流したという指摘もあるらしいんですが、そこら辺もですね、また友人のですね、芸能記者とかライターと連絡を取って、
注意深く見守っていきたいと思っています。